はいみなさん、こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日はアマゾーンをお送りいたします。仮面ライダーアマゾンって知ってます <laughs> いや、知らない。知らないか。仮面ライダーアマゾンってあったんですよ。いやー、あれね、見てたんだけど驚きましたよ、最初。仮面ライダーシリーズがネタがつきちゃったんでしょうね。脚本家とか企画の人たちがね。で、 とうとうね、仮面ライダーアマゾンっていうのが出てきたんですよ。仮面ライダーシリーズ。で、何かっていうと、なんかトカゲみたいなね、なんかちょっとね、気持ち悪い仮面ライダーで全然人気がなかったんですよ。子供たちに。いやー、それでねの、なんかね、こう変身の姿っていうか、なんか言葉が、アーマーゾーンとか言って変身するんだけど、全然かっこよくないんですよ。 まあ、きはアマゾンの話で、別に仮面ライダー、アマゾンじゃないんですけど、思い出したので、えっとね、きょアマゾンのね、あの、ブラジルのアマゾンの話で、画像が先ほどからアップされてますけど、これ、すっごくないですか。あの、ここ、アマゾンのジャングル、森だったんですよね、森林。もう、ハげたかのように、全部木を買っちゃって、 で、輸出して、もう何、何荒れた土地みたいになっちゃってるんですよね。あ、あの、すっごい勢いでこうなってるんですよ。で、アマゾンで世界の植物が空気のね、まあ、数十パーセント作ってると言われてるんですよ。当然、あの、酸素が薄くなるんですよね。これをやっていくと。で、酸素って1%でも薄くなると、みんなどうかなっちゃうんですよ。 あの本当、アーマーゾーンですよ。いや本当に、まあ、苦しくなって、のたうちもあってしまうんですよ。これ、あの、なんか活動家のグレタさんって言うじゃないですか、なんかグレちゃった女の子。ね、もう二十歳にもなるんですね。私初めて見た時、14歳とかなんか15歳ぐらいだったような気がするけど、早いですね、時間の経つのはね。で、彼女が一生懸命ね、二酸化炭素をね、出しちゃいけないって言って頑張って活動してるじゃないですか。だけど、 あのー、彼女が活動する以前の問題ですよね、こんなにあのアマゾンの木を買っちゃったら、これなんでね、こんなに買ってるかあの、勢い増してるんですよ。なんでこんな勢い増したアマゾンのジャングルの木をね、伐採してるかって言ったら、やっぱり世界中、あのーまあ、ロシアですよね、ロシアから木を木材輸入してたんだけど、まあ、いろんな問題があって、輸入するなってことになって、 じゃあ、アマゾン買っちゃおうよってことになってるんですよね、もうか買って買って、借りまくろうよということで、まあ、木がいっぱいあるんでね、でアマゾンの,、まあ、あのブラジルとかまあいろんな、ね、国がちょっとまたがってますけど、あのまあ、それらの国っていうのはあんまりお金がないんですよ、えでも今日そんな高く買ってくれるんだったら、いや、もうだってただあるものを出すんだから、ただだから、いや、それ儲かるね、いや、いいよいいよって言って、どんどん木を伐採して、世界中に木材を輸出し,てし始めたんですよ。 で、まあ、寒いじゃないですか。で、冬寒いと、ね、やっぱり電気代も高いので、薪ストーブの薪も必要なんですよ。だから薪にしたりとか、まあ家を建てる建築材のね、木材にしたりとか、まあいろんな用途で、まああの木をね、板にしたりとかね、まあ、テーブルにしたりとか、まあそういう形で世界中にガンガン出していて、こんななっちゃったんですよ。もうね、全部なくなる勢いですよ。これ冗談でも何でもなくて。 だそこに住んでいる動物も生態系が崩れるとかのい、もうそんなレベルじゃないですよね、これだから。生態系崩れるっていうのはバランスが崩れるんですよね。バランスとか問題ない、なんない、ね、これ、ね、あの、バランス以前の問題は要するにあの、木が一本なくなっちゃって、あの、本当にぐわーって芝刈り機で刈っちゃってるような状態で、どんどん木を根こそぎね、あの、 まあ、抜いちゃってるわけですよね。で、全部、まあ、まあ、とりあえず根こそぎね、まあ、あの、切り倒してるわけですよ。だからもうどんどんなくなっていく一方で、これは収集がつかないんですよね。で、これを誰かが止めるかっていうと、まあ、木がいるんでね、高騰してますから、止めらんないですよ、誰も。で、これのおかげで木材の価格が急激に下がったんですよ。で、いいことだって言ってる人もいるんだけど、 価格が下がったのはいいことですよね。でもやってることは、いやこれはあのグレタちゃん、もっとグレちゃいますよね。これ見たら、いや、本当に、グレにグレるでしょ、これ。ねもうそうじゃなくたってグレちゃってるわけですから、グレタだからね。いや、だからこれ、きついですよね。だからこれ、みんながあの、電気自動車にしようとかね、二酸化炭素を出さないようにしようとか、工場もね、いろいろ考えて、 排ガスとかなんか煙とかね、煙突から出さないようにとか、車から出さないようにとかしても、これ無駄なんですよ。だってもうこんなことしちゃってるんだもん。全然追いつかないの、これ。これやっちゃうと。だって木が、植物が酸素を生産してくれてるのに、その木、酸素の生産者である木を、もうことごとく伐採してるわけですから、これはね、やっぱりその、いくら二酸化炭素を出さないように人間が努力したって、 無駄ですよね。もう追いつかないですよ、全然。だって生産する側をやっちゃってるわけだから。これ、決定的なことをやってるってことですね。これ、このまんまやっていくと、とんでもないことになって跳ね返ってくるんですよ。人間にね。うん、だけど、そんなものをお構いなしですよね。もう、とにかく安きゃいいんだよっていうね。安く手に入るために安定させるためにね、木材価格をガンガンやっていくんだよっていうことで、全然止まらない。今でも今日でも買ってるわけですよ。 24時間買ってるんでね、昼間だけじゃなくて、夜もあの電気、照明やってガンガンあの買ってるわけですね。これ世界中にどん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 出してるので、これはね、アマゾン、なくなりますね、森林は。当然そこにいる生き物も、まあまあ、全滅ですよね。何もかもね。あの、虫もいるし、昆虫もいるしね。あの、まあ動物もちろんいますよね。哺乳類みたいな動物ね。あの、トカゲとかもいるじゃないですかね。 まあそういう爬虫類的なものとか、まあ、全部ですよね。あと植物もいろんな植物がいるわけですよ。あと鳥ですよね。あの変わった色の鳥とかね、いろんな珍しいあの鳥がいっぱいいて、アマゾンは生き物の宝庫ですから、でもそれがもう全部いなくなっちゃう。まあ、みんな、あの、ダメになっちゃうんですよ。みんないなくなっちゃう。これやっちゃうと。だってもう住むとこなくなっちゃうわけですから、これはひどいですよ。だけどこれ、誰もこれを指摘しない。もうあの、 木材価格が下がってよかったね、みたいなね、感じで。これはね、危機的な状況です。もう世界の、あの、要するに生き物がね、すんごいこのまんま、まあ、困ってしまう。もうね、これ、あの、週末ですよね。あの、世界の週末。もう本当に、もう世紀末的な感じ。これで、あの、1万種類のね、種が絶滅すると言われてるんですよ。もう絶滅してるんですけど、 一万種類ですよ。一万匹じゃなくて、一万種類の生き物が、まあ、ほぼ絶滅するだろうと言われてるんですよ。うーん。これはね、とんでもないことになっています。で、アマゾンで、あの、地元のね、あの、部族の人もいるので、まあ、食べ物、木の実とかね、果物とかもいっぱい取れる木もあるんですよ。でそれすらもう全部買っちゃってるわけ。だから、果物も、あの、木の実も取れなくなるので、 食料不足も招いてしまう、あの地元関係の方はね、うんだからそこに住んでらっしゃる方がいるわけですよ、もともとの部族がね、だからその部族の人たちが、先住民族の、ね、人たちが、いやもうやめてくれと、このまんまでは私たちが生きていけないじゃないか、生活していけないということで、あの反対の運動を起こしてるんだけど、誰も聞く耳を持たない、全然やめない、もうどんどん買ってるんですよ。 まあこれこのまま借り続けるんでしょう。ね。だからあの生態系保全っていうのを訴えてるんですけどね。その先住民族の人はね。誰も聞き入れないです。誰も。で、これ誰の土地なんだって言って訴えてるんですよ。でも誰も何にもそれに対しても答えない。反応しない。もうただ木を刈るだけ。わけわかんないでしょ。ねえ、まあこれ、まあ、この木がでも日本にも来てるのかな。 住宅を建てるって言ってね。まあ、最近木材高騰して高いじゃないですか。だからちょっと値段が今ちょっと下がったんですよ。だからこれで。下がって、あ、なんか木材安定してきたよって喜んでる場合じゃないですよ。これアマゾンの木をガンガン買ってるからっていうことなんですよ。うん、だからいいんだか悪いんだかね。まあ、悪いですよね。これはね。まあ、世界中の生き物が影響を受ける。ね、あと酸素もどんどん薄くなっていくので、本当に我々人間も これ健康を保てなくなるかもしれないぐらい。本当に。あ本当1、1%違っただけで生き物どうかなっちゃうんですよ。人間も含めて。このまま買っていっちゃうと、それぐらいの勢いなんですよ。必ず体に影響が出るんですね。まあ、だけどそれも影響が出てみないと人間ってわからないんでしょう。これはね。まあ、とにかく目先の利益。ね。木をガンガン伐採して、製材して、輸出して儲ける。 それしかないということで、まあ、どんどんそれが行われているということですね。うん、怖い話ですけどね。まあ、今実際これは、あの、現在進行形です。どんどん毎日24時間ずーっとこれをやり続けて。うんまあ、恐ろしい話ですけどもね。ねえ、まあ、ちょっとね、これは大変なことになっているという現状です。アマゾンがなくなってしまうというお話でした。 まあ皆さんね、まあその中でもちょっと頑張っていかないといけないし、まあこれからね、あのー、まあ何回も言ってますけども、2023年今年の10月1日から経済的に困る人がいっぱい出てくるのでね、それで、まあ自分をね、経済的に何とか守るだけでもね、そこの中を生きていくだけでもいっぱいいっぱいになってしまうかもしれないから、まあこのアマゾンのね、こういうものも、あの、分かってはいるんだけど、まあ、 もうどうすることもできない。ちょっと精一杯でね。生きるのに精一杯で、毎日ね。もう毎日明日を迎えるのが精一杯で、まで、あ。そういう反対するとかね。まあそういう心の余裕もなくなってしまうかもしれない。ね。これは本当人類の危機だと思いますよ。いろんな面で。ね。うんまあちょっと、まあこういう言葉でもありますよということで、ね。心の片隅に留めておいていただければと思います。 まあ皆さんね、ちょっと頑張っていきましょうね,ね。いろんなことありますけどね、前に前に進んでいきましょう。応援してますんでね、頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。